では今からこのナビで持って調剤薬局に行きたいと思います。それでは行くぞ。ゴクッとコーンポタージュ、なんかいろんなものが入ってますけども、まあ、気にせず飲みましょう。ぬるい。あ、でも優しい味、ちょっと癒されるかも。体調不良がね続いております。自宅にね息子がおりまして、 YouTube 撮影が思うようにできないので外に出てきてね今撮影してるんですけども、撮影する場所もございません。またあの子連れのお母さんが来たので、ね、声を出せないんですけど、 あそこに座らはった。まあいいか、このまま続けます。あ、私の居場所が欲しい。カラス、カラス、カラスまでやってきやがった。歯とかあれ、スズメか？あ、飛んでた、逃げた。行った行った、カラス。今日もね、母の病院関係のお仕事をやっていました。あ、後ろにカラスが。カラスがあそこに移動した。昨日ね、消化器内科に行ってきたんですよ。私もものすごい具合が悪くて。ん？何？警報やん。え？地震？違うかな？え？大丈夫かな？ちょっと調べます。なんかよくわかりませんけども、コロナの患者もすごい出たみたいやし、もう帰ろうかな？何しに来たんやろ？あのね、今日はこれからあの過去のインスタライブの動画を編集してお届けしたいと思うんですけれども、自転車をね、持つか持たないかっていうお話、そこから話はスタートします。あの今日ね、これおばからおさがってきた自転車ね、乗ってるんですけれども、自転車も車もない生活ずっとしてたんですけどね、今1台ある状態です。あ、息子は息子で持ってますけどね、だからまあ我が家に2台ですね。今0台から2台に増えたんですけども、電動自転車をね今も買おうかどうしようか迷っています。そんな話をねしたりとか、マキシマリストだった私がミニマリストになるにあたってどんなことに気をつけたか、どういう風にしていけばミニマリストに近づくことができるのか、私なりの考えややり方についてのお話をしたりとか、自己流のねミニマリスト的なお話をしている回になりますので、皆さんの参考にしてくださったら嬉しいです。こんばんは。電動自転車おすすめですよ。電動自転車はもう何年も悩んでますけども我慢してます。電動自転車を買って得ることのできるメリットと、買うことによって私に被ってくるデメリット、デメリットはだーってあるんですよ。でもメリットが、まあ、行動範囲が広まって気軽にいろんなところに行けるっていうことだけなんですよ、はっきり言って。デメリットが山ほどあるんですね。じゃあそれを考えるとなかなか買うにいけない。ただ誰かがプレゼントしてくれるとか、気がついたらここにあったとかやったら喜んで乗りますけど、自分で買うことは今んとこないかな。欲しいんですよ、欲しいし乗りたいけど。これね、冒頭の方で乗っていた自転車です。さすがに折りたたみ自転車ではね、限界があります。車の代わりにはなりませんね。電動自転車でもっと遠くへ行きたいな。捨て方のことについてお話ししてるんですけど、なかなか捨てられないものってあるじゃないですか。大体皆さん同じような感じだと思うんですけど、私の場合は、ひな人形、五月人形、そしてウェディングドレス、そのあたりだったんですね。あとはビデオとかカメラとか機械関係、それからスーツケースとかそういう大物、もう私の場合はね、家を売って車を売ってっていうところからスタートしてるんで、家具を売ってって、意外と本当に大きなものっていうのはないので、
そのあたりになってくるんですけど、最後の最後までウェディングドレスが残ってましてね、やっとこさ、それがつい先日売れました。万歳、私はミニマリストになれたって言いたいところなんですけれども、あの家の状態、あそこに私自分がいてミニマリストですっていうのがね、もうしんどい自己流ミニマリストですけどしんどい。でもだからってじゃあミニマリストって言えるように頑張るぞってやるパワーがないんです、ごめんなさい。なのでゆるりと行きたいと思います。ストレスもねもうマックスなんで、あのファッションとかね大好きなんで、買い物もねまあまあやってます。あのせっかく減らしまくった洋服もまあまあ増えてます。でもそれはそれでものすごく楽しんでやってますので、ミニマリストであることは変わりないですけれども、自分が楽しみたいことは楽しみながら残された人生を歩んでいきたいと思っているところでございます。皆さんも楽しんでくださいね。私は去年か、自転車を無料で引き取ってくれる自転車屋さんを探して、その自転車を捨てるのもめんどくさいんですよ。リサイクルショップに持っていくのもめんどくさいし、なんかもらってくれる人を探すのもめんどくさいし、ジモティーで知らん人とコミュニケーション取るのも嫌やし、人見知りやしね、粗大ゴミにお金払うのも尺やし、結構遠かったんですけどね、そこまで乗っていって帰りは歩いて帰ってきました。1時間半か2時間ぐらいかけて物を買うのって簡単やけど、捨てるのってね本当に離婚かっていうぐらい大変でしょ。まあそれは粗大ゴミにお願いしてお金払ったらさっと離婚できますけど、そうじゃない場合、自転車なんかまだ簡単かもしれんけど、この間言ったみたいに5月人形とかさ。こちらは東京に住んでいた時の写真ですね。若かりし頃のうちの母と息子です。ひな人形とか。こちらは一昨日ね撮ってきたんですけど、母が入ってるサービス高齢者住宅の玄関のところにうちが寄付したひな人形を飾ってくれてあって、母がね喜んでいたので記念撮影してまいりました。ウェディングドレスとか、ウェディングドレス実はまだあるんですよ。メルカリね出品してて高く売ろうと思ってたからじりじりと値下げしていってたんやけど、引っ越しするのに間に合わなくなって出品取り下げて、引っ越しの荷物で持ってきてて、それをまたねメルカリで再出品しようかなと思ってるんですけど、大変じゃないですか手放すのが。その決意するのも大変やし。まあそれはそれは悩みましたよ。ありとあらゆる方法をね考えて調べたり考えたりして、最後の最後こんなねドレスを作ろうかって思ったんですけども、結局売ってしまいました。だからもう電動自転車なんて普通の自転車よりもそれ大変そうやからね、かなり買うのは私ハードル高いですよ。もう本当に物が簡単に買えなくなってる。本当に100均ですら私買うときすごい躊躇する。家に同じのあったらどうしようとか、捨てるときどうしようとかね、すっごい考えますよそれね。ストレス逆に。もうミニマリストとかそういうのになって良かったこととかおすすめしたいこととかいっぱいあるけど、そうじゃない面っていうのもあって、それのうちの一つですよ。それ買い物が気軽にできなくてしんどいっていうね、もう悩み続けなあかんっていう、しんどいです。処分を考えて買うものはよく吟味するようになりました。うん、それを買わずに済むようになったって捉えればメリットないけどね、さっと買っちゃえば全然悩まんですものに、その電動自転車だってね買ったら多分便利やし楽しいと思うんですよ。で買って後悔することとか、そんな私が想像してるよりも少ないかもしれない。だからそんな悩むことないんですけど、買ってみないと分かんないしね。だけど気軽に買っちゃった後のこと考えると、想像力が豊かすぎてしんどいんですよ。でもあの簡単にそういうの買わなくて済んでます。昔マキシマリストの時は電動自転車ってひらめいた瞬間ネットで買うか次の日買ってますから。私例えば除湿機とかにしても、除湿機の扇風機と一緒になったやつとか、除湿機の何々式でなんかちょっと違うやつとかで、こういろいろ種類があったらこれもこれもとか言って両方買っちゃうような人だったんで、私最新バージョンとか出るともうすぐそれ買うみたいな人やったんですよ。それはね買わずに済んでます。まあ助かってるっちゃ助かってるっていうこともあるしね。県内で初のクラスター発生しました。いつコロナになってもおかしくない状態になってビクビクしてます。うちの県もそんなに多い方じゃなかったんですけど、最近すごい増えてきてて、もう県自体がねもうピリッピリしてるんですよ。母の入ってる施設とかもうほんと厳重体制、母はもう完全にできん、あの面会謝絶、私ももう電話だけ
もう一切会えない。病院受診とかも一切禁止、予約をねいっぱいしてそれ全部キャンセルですよ。んでそれ電話してそれ向こうに説明して、んで薬をもらわなあかんから、どんだけ薬が足らへんかとか、んでそれを私が行ってもらえるのかとかね、結構大変です。もうほんまコロナ勘弁してほしい。もうそれだけでね仕事が増える、コロナのせいでね。無駄なマスクとか、マスク洗濯とかね、手殺菌せなあかんとかね、もう余計なことがいっぱい増えるから、早くどうにかならんかなと思うんですけど。コロナストレスは皆さんお持ちだと思うんですけれども、私の体調にも関係してるのでしょうか。コロナの心配もつきませんよね。いつになったらそんなね余計な心配をせずに日々生活できるんだろうか。それを考えるとね、もう体調不良とともにダブルでへこみますけれども、夫もね単身赴任先から全然帰ってこれずに、ワクチン打ったら帰れるんじゃないっていう話になってるんですけど、皆さんもどうぞお気をつけくださいね。コロナみんなで乗り切りましょう。お母様の施設の、なんて言うんですかこれ、の先生がお母様の健康管理してくださらないのでしょうか。うちの母が入ってるのね、サービス高齢者住宅なんですよ。一応病院がやってるんですけど、そこの病院から訪問が来て月に1回ぐらい挨拶みたいなのが来るみたいやけど、健康管理みたいなのはやってくれないんですよ。で、なんか認知症の診断とか、甲状腺の疾患だったりあるし、で何度の便秘で最新の薬飲んだりしてるんですけど、それでも出ないような難治の便秘なんですね。でそういうのをこう専門医のところで見てもらってるし、その病院とかを考えて施設を選んだりしたら楽やったんかもしれないんやけど、支援センター、そういう紹介してくれるとこ、そこの人がここがいいですよって勧めてくれたところ、で私その時京都行ったり来たりして、母のねそういう介護の認定の面接とか、その施設を決めたりとか全部やってたから、息子の大学の受験のこととかもやりつつやってたんですよ。だからもうそんなね、いろいろ下見に行ったり、その病院にこだわったりとか、いろいろもう調べてる余裕もなくて、でも勧められるままにね入ったんで、こちらはその施設じゃないんですけどもね、病院でのワンシーンです。もうね、脳の異常が見つかったり、腰がねおかしいって言われたりして、あっちこっち病院たらい回しになっております。サービス高齢者住宅は全然審査とか厳しくなかった。電話一つで押さえといてもらっていいですか、いいですよみたいな感じ。地域包括支援センターの方がまあ話を回しといてくれたっていうのもあるけど、まあ、費用はまあそこそこ高いかもしれないけど、この県の左高樹の一覧とか老人ホームの一覧とか、その費用書いてるようなやつもらったんですけど、なんかそんなにどれも大差なかったような気がするわ。センターの人が勧めてくれてんやから、まあ、間違いないやろうと思って、そのもう試行錯誤してる暇がなかったからねそこに入ったんやけど、まあ運のいいことにめちゃくちゃスタッフがいいんですよ。だからもうスタッフやと思う。サービス高齢者住宅とかそういうね、あの親が入るのに最適なところを探すのはスタッフありきやと思う。めちゃくちゃ信頼できるし、母もだからすごい居心地がいいみたいやし、楽しいみたいやし、まあね、いろいろ不満はあるし文句言ってくるけど、私にしょっちゅう電話かけてきて、だけどうちの母のあのわがままを満足させれるようなスタッフがたくさんいて、私もだから信頼してるし相談もできるし、すごくいいんですよ。だからもう多少お金が高いかもしれんけど、自分の幸せと時間とこのメンタルの安定を保つための必要経費やと思ってます。全然だから高いと思ってない。他のことケチったらいいわと思ってる。私が食べるスイーツを我慢すればいいわとかね、そんな感じ。必要経費です。そのためにやったら電動自転車も我慢するわみたいな感じですよ。いろいろ断捨離して私も買うのは慎重になりました。うん、失敗もしたくないし。そうですよね。もうあのマキシマリスト時代にはもう絶対戻りたくないから、っていうか戻らへんけどね、もう絶対に。戻ろうと思ったら相当買わなあかんから戻らへんとは思うけど、買いたくないね。捨て活病ですよ。捨てなきゃみたいなね時ありましたよ。捨てなきゃ呪縛、下回らへん。捨てなきゃ呪縛言えへん。それは今ないけどね。もうなんか開き直ることにした。自己流ミニマリストとか言いながら荷物多いし、多分皆さんより荷物多いかも。特に今母の荷物がめっちゃあるから、絶対皆さんより荷物多いよ。でももうそれメルカリで全売りするチャレンジするからね。300円ショップで買ったものを粗大ごみとして捨てるのに400円かかったりしますよね。まあそれアホみたいね。
昔は何も考えず買ってました。そう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 。でも何も考えずに買ってることがいいのか悪いか分からへんけど、その時のがね気が楽やったかもしれん。養老先生のバカの壁っていう本おすすめです。さらためさんがね先日 YouTube で解説されてたので、本読めないって方はそちらぜひご覧ください。ほんまそれってなりますよ。今の方がしんどいような気もする時ある。なんか何も考えんとバーって買って、買っても買っても満たされないみたいなところもあるけど、買ったらやっぱり満たされるような気もするな私その時は。でその後その買ったものを見て、わ買いすぎたって後悔したり、なんかその荷物を管理するのに苦しんだりしたらあかんけど、それがない人もいるじゃないですか。私の周りにも結構いる。荷物めっちゃ持ってて部屋もひっちゃかめっちゃかになってるけど、捨活なんて何みたいな、断捨離えみたいな、そんな人 いるんですよ私の周り結構ね。なんか幸せそうですよ好きなもんいっぱい買って、買ったその時そればっかり使っていつの間にかぽいみたいな、捨てもせんとぽいみたいな、あどっか行ったわみたいな、どっかなるんちゃうみたいな、なんかすごいね楽しそう幸せそう、そういう、まあ、性格って羨ましい。幸せ体質かといってなりたいとは思えへんだけどねこれ言うたら怒られそうだけどね。私不幸体質、ネガティブやから不幸不幸って思っちゃうんですよ。それを考え方でねシフトしていくように心がけてるんですけどね。マキシマリストからどうやってミニマリストになりますか。物を捨てるのも大事やと思うんですけど、思考を変えるのが一番いいと思う。自分がどういう思考の癖を持ってるかっていうのを知ること、自分を知ること、めっちゃやりましたよ私。あの自己啓発本とか、そのそれこそミニマリストの本とかそういうのもいっぱい読んだし、毎日何時間もノートにいっぱい書き出して、自分のちょっとなんか固定観念みたいな、思い込みみたいな、これはこうあるべきみたいな、これはこうすべきみたいなとか、自分の特徴癖そういうのをもうめっちゃ書き出して、でその中から無駄なことしてるなとか、自分を苦しめてることしてるなとか、そういうのを探していくんですよ。でそれをどういう風にしていけばいいかみたいな、それがね私ミニマリストへの近道やと思う。あの物を減らすとかそういうことじゃないと思ってて、だけどその自分が生きやすくするために物を減らすっていうのは絶対必要やなと思ってるんで、それは絶対にするんですよ。するけど手ぶらで生きるみたいなね渋くんで吸ってるわけちゃうよ。すっきりした部屋で暮らすみたいな、そういうことだけじゃなくて、自分を縛りつけてる自分の思考の癖、それを取っ払って生きやすくすることやと思ってるから、すごい自分と向き合ったらいいと思う。そうしたらねなんか物も減っていくと思うよ。おすすめしたいのはやっぱりメモ、何でもいいから書くこと、それやるとねミニマリストになりますよ。自分が生きやすくなるためにいらんものを取り除いていくっていうことができると思う。ノートを書いたら、あの騙されたと思ってやってみて。難しいこと考えないで、とにかく1日1ページとかでいいから何でもいいから書くんですよ。効果があると思う。まだまだ100均はポイポイカゴに入れてしまいます。そうなんですね、100均行かない私。あの一時は本当ねしょっちゅう行ってたし、100均巡りしてた。可愛い100均とかあるじゃないですか、ナチュラルキッチンやけ、300円ショップも行ったし、本屋も必ず立ち寄ってた。しょっちゅう本とか雑誌も買ってたし、行かんように最初は頑張ってして、今も行こうとも思わへん、めんどくさい行ったら行ったら楽しいけどね。そうだから、たまに行くとすっごい楽しい。100均とかなんかディズニーランドに行ったかのような、もうビッグイベントになるよ自分の中で。行くのが嫌いとかじゃない、行くのめんどくさいんですよ普段はね。基本的にデブ症やから。実家の片付け大変だと自分は気をつけよう、子供には同じようにはさせたくないとか思うと片付け頑張ります。うん、本当に今回の実家の片付けでは私も本当に実感しましたね。今私死んでしもたらそれをしてしまうことになるから、そういう風に考えるとちょっと焦り出すんやけどね。だけどもう限界やから私もね、これ以上頑張れへんから。もっと頑張ってる人いっぱいいはるけどね、もう自分に優しくやから、もうこれ以上頑張ったら死ぬんでね、一生懸命やってるから、もうここで私死んじゃったらごめんな息子って感じですけど、息子に恨まれたくないから、好きやからとかそういうことじゃなくって、立つ鳥後を濁さずじゃないけどね、死ぬ前に自分のお尻は自分で拭きたいというか、ちゅうか自分のお尻ちゃうんだけどね、自分の親のお尻なんだけど自分の親のお尻も拭いとかへんかったら息子にそれ丸投げしちゃうことになるから恨まれるじゃないですかね。自分のお尻と同じやから、親のお尻拭いて自分のお尻も拭いて
立っていかないと、去っていかないと息子に恨まれるでしょ。なんかもうプライドが許さない。なんかあの親こんなことしやがってとか言われるなんて、死んでも死にきれん。文句言われないで死にたい。死んだ後に。ミニマリスト思考成り立ての時は捨て捨て病でした。そう、あの最初物を減らし始めた時ってそれこそミニマリストとか知らんかったんですよね。私も捨て始めた頃っていうのはただ単にその多い荷物を減らしたい、その私の場合はその多い荷物にこう押しつぶされとそうになってたっていうのもあったから、あもうなんかこれ全部取っ払いたいとか思って、なんかその荷物にまつわるいろんな負のエピソードとかね、案件それも一緒に捨てたかったりとかして頑張って捨ててって、でその後ですよ、ミニマリストとか知ったり、ミニマリスト思考みたいなその考え方価値観みたいなそういうのを知ったりとかして、それになろうって捨てた、そのまさにその時はもがいてたかも、行き急いでたっていうかね、焦ってたかもしれない。ミニマリストってこう名乗っていいんやろうかみたいな、恥ずかしい自分なんか言われるんちゃうかみたいな、まあそれは多少今でもありますよ。でもその時はもう絶対よう言わんみたいな感じだったかな。今はもう正々堂々ですよ。もうっていうか引き下がれへん、もう今更あんだけ YouTube でねやっててもう引き下がれへん。ミニマリストです私、はい、胸張って言います。自己流ミニマリストですけど、何かそんな感じですよ。入れたら出すということをした方が良いと聞きますが、出せる日が限られていると体調不良などで出せなくなるとどんどん溜まっていき悲惨なことになってしまいます。ワンインワンアウトとかね、一つ買ったら二つ捨てるとかね、いろいろありますよ。いろんな方法が難しいですねこれね。まあ、とにかく私はもう手当たり次第って言葉好きですけど、手当たり次第に捨てまくる。今ももう無意識にやってるけど、手に持った時に捨てるか捨てないか常に考えるんですよ。乾杯みたいな、グラス持ったらこのグラスこれ捨てんでええの、持っててええのみたいな。最初の頃はそれしんどかったけどね、何にでもこれ捨てれるかなこれ捨てれるかなって常に考えてるのがしんどかったりとかした時もあったけど、でもなんかそれを楽しめばいいんやとか思って、持った時にあれこれいらんかもみたいな思った時に、あ捨てれると思って、ほんで捨ててやった達成感みたいな。だからキッチンで料理してる時も捨てれる、息するように捨て活するんですよ。もう常にもうなんか起きてる間ずっとっていうか、もう寝てる間もなんやったら、あそういえば昨日も私夢の中でそんな夢見ました。捨て活の夢を。断捨離して部屋に飾ってた雑貨とかも捨てたら、うん、めっちゃ部屋が殺風景になった。そうマキシマリストの時の方が私もすっごい部屋綺麗やったよ、おしゃれやったって感じ。今の方がダサい、物減らして必要なもんだけでやってる方がダサいです。掃除しやすくなって結果オーライで、そう自分が良ければそれでいいんですよね。何のためにやってるのかって話ですよ。今死ぬってなった時にそれが必要かっていうのを考えたりしてた時もあったかも。ほんまに必要なのそれって、本当に持ってたいのっていう、特にこう思い出の品とか写真とかそれ必要っていう、そういうのを考えて捨てた時もありました。リアルの自己肯定感アッププロジェクト、ネガティブな私が自分をね褒める、自分を奮い立たせる、なんかこう毎日達成感、毎日ハッピーになるためにやってる方法、それが今私にすごい合ってる方法っていうのがあるんですけど、それをねあの皆さんに紹介したいと思うんですよ。それなんでかっていうとね、私があのツイートとかでこう今日はこんな頑張ったとか言ってこう書いてあげたりすると、なんかねちょっと自己嫌悪に陥らはるっていうか、なんかリアルさんってすごいですよね、私反省みたいな、なんか私なんか何にもしてないで一日が終わるのにとかね、なんか中にはリアルさんのツイートとか見てると苦しくなるので見るのやめますとかおっしゃる方がいるんですよ。でそんなね苦しめるつもりも全然ないし、っていうか私なんて全然ダメやからね、なんか自分のモチベを上げるためにツイートしてるから、皆さん勝手に誤解して勝手に苦しんでるからね。まあそういう方ばっかりじゃないと思うけど、もっと頑張ってる方なんか、ふん大したことないわと思ってる方もいらっしゃるかもしれないし、そんな私のツイートを見てネガティブになることないんで、みんなで頑張っていこうよっていう話をしたい。はい、それでは第2弾違うパート2ね、知らんけど次やるから、じゃあねー。もうね、体調も悪くてね、元気がないんですよ。すいません、トーンが低くて、もう昨日もね、消化器内科行って、お腹がパンパンに張ってね、もうガスが出なくて、ごめんなさいね、食べたらものすごくもうお腹がキリキリし始めて、上からね、ゲップ、バーッと出るんですよ。それもお腹がパンパンで吐き切れそうになって、めっちゃ痛くなって、全然食べられないんですね。1週間で3キロぐらい、体重が減ってしまって、そのね状態を先生に
診察してほしかったんですけど、もう先生はね、逆流性食道炎、機能性ディスペプシアのもう一点張りで、胃カメラをね、して出すアコファイドっていうお薬があるんですけど、それをね、飲んだらもう治るからと、それはすごく効くからと、もうそれしかおっしゃらないんですよ。私がお腹痛いって言いたいんやけども、多分聞いてないね。あの、自分の言いたいことを半分以下ぐらいしか言えてないから、ちゃんと診察してくださってるのかどうか不安なんですけれども、で不安なだけに、もう自分の体調が心配すぎて、それがもうすごいストレスになっててね。昔の私だったらもうすでに今寝込んでて、何もする気がなくなって塞ぎ込んで、もう泣き暮らしてたと思うんです。ミニマリストになって、もうそういうね、体調不良にもまあ慣れたっていうのもあるんですけど、もう悩んでたってくよくよしたってしょうがないっていうことで、まあ母のね、病院の付き添いだったり、家族の健康管理だったり、もう自分のね、体も自分でなんとかだましだまし薬飲んだりしながらね、やり過ごしていってるんですけど、それをね、先生に言ったんですよ。これでもね、マシになったんですよと、コントロールできるようになったんですよっていうふうに言ったら、それでマシになったのと、今までの病院でも嫌われとったんちゃうっておっしゃるんですね。ショック。信頼してる先生なんですけど、結構ね、 S キャラで冗談っぽくおっしゃるんですけどね、やっぱりそんな風に言われると、以前の私やったら多分もう次行かなかったと思うんですけどね。田舎ですし、新しい病院をね、見つけるのも大変やし、今までのことをね、一から説明するのももうしんどいんですよね。で、母の面倒も見てくださってるお医者さんなので、まあもうちょっとね、しばらく頑張っていこうかなと思ったりはしております。次の検査がね、19日にあるんですね。それまではなんとかやり過ごしていきたいと思います。消化器内科ではね、私が体調を崩すのはストレスが原因だっていう風に、まあ、言われてましてね、もうこのまま行ったら心療内科の方に行ってもらって薬飲むしかないよという風におっしゃるんですけど、もうSキャラなドクターがね、今もね、あの、軽い安定剤を少し飲んだりとかしてるんですけど、もう飲まないともうダメなのかなと思ったりして、それをね、もっとちゃんとしたところで見てもらって、ちゃんとしたやり方で向き合っていくべきなのかなってちょっと思ったり、もうすごい夕日が、お家に帰れって言うてはるわ。ごめんね、もうなんかすごい暗い。もうほんとね、胃腸って大事。胃腸の具合が悪いと、もうほんとね、へこみますわ。もうお腹も痛いし、これはね、また更年期とは違うと思うんですけど、更年期もね、来たら、もうほんとね、どうなるんだろうと思って恐ろしいんですけどね。まあ、それすらも、楽しみながら、乗り切っていきたいと思います。頑張れ、リアル。みんなも頑張ってね。通りすがりの人にね、見られるので、そろそろもう帰ります。今後ね、どんな形になっていくか分かりませんけれども、できる範囲で頑張っていきたいと思いますので、どうぞ皆様よろしくお願いします。そろそろ家帰ります。一本無事に飲むことができました。これを飲むのも一苦労なんですよ、ほんと。大丈夫なんでしょうか、私の胃腸は。過敏性腸症候群とか、逆流性食道炎とか、機能性ディスペプシアとか言われて、苦しんでる方いらっしゃったら、ぜひ。コメントください。情報交換いたしましょう。そんなこともお話ししていっていいかな、動画で。これからね、リアルも更年期世代ですよ。っていうかもう入ってんねんね、多分ね。いろんなね、症状が出てくるかと思いますので、良い対策なんかがあったら、みんなでそれを共有してね、みんなでもっていい方向に進んでいけたらいいなと思っております。今日は、全然気の利いたことが言えませんわ。もう帰る。はい。ごちそうさまんさ。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いします。 Twitter、インスタもやってます。それではまた。